ベルナップはアメリカ海軍のミサイル巡洋艦。ベルナップ級ミサイル巡洋艦の一番艦。艦名はジョージ・ベルナップ海軍少将にちなんで命名された。その名を持つ艦としては2世紀目。建造時はミサイルフリゲートであり、1975年6月30日にミサイル巡洋艦に変更となった。メイン州のバス鉄工所で1962年2月5日。 気候1963年7月20日浸水。1964年11月7日収益。1989年12月2日と3日に行われたマルタ会談では、米大統領ジョージ HW ブッシュはベルナップに宿泊した。ベルナップは1995年2月15日に退役、除籍された。そして、百九十八年九月十四日に、 強敵として沈められた。ジョン・ F ・ケネディと衝突後のベルナップ1975年11月22日、ベルナップはシチリア沖において空母ジョン・ F ・ケネディと衝突した。この事故でベルナップ側で7名、ケネディ側で1名が死亡し、さらにベルナップ側には火災が発生した。この間、キラウエア救急兵艦マウントベーカーから到着した爆発物処理班によって、 ベルナップの搭載弾薬は速やかに回収され、これによって強沈という最悪の結果は回避されたが、火災によってベルナップの上部構造物はほぼ全損してしまった。このように火災の被害が大きかったのはベルナップの上部構造物がアルミニウム製で、その耐火能力に問題があり、はしごなどが容易に誘拐して消火活動を阻んだためと分析された。このことは、 アメリカ海軍の軍艦設計に大きな影響を与え、後に建造された r ー,ーバーク級ミサイル駆逐艦では、中東コンセプト艦として排水量とコストに制約が設けられていたにもかかわらず、マストなど一部を除いて上部構造物は全構成とする決定が下された。 ベルナップは1976年1月30日から1980年5月10日までフィラデルフィア海軍交渉で修理を行った。野木慶一、生まれながらのイージス艦アーレイバーク級その誕生の経緯、世界の感染第602週、解任者、2002年10月、69から73ページ。ありがとうございます。